はい、前田さん、こんにちは。ふんさんです。ということで、皆さん、もうなんでね、こんなに私、最初からテンションが低いかと申しますと、録画失敗しました。はい。マジで悔しい。いや、もう今までのね、パートの中でね、一番もう、本当に一番面白いんじゃないかっていうパートね、撮れたんだけど、なぜかね、マイクがね、なんかお風呂に入っても撮影してんじゃないかぐらい、なんかこもってて声が、マジでもう編集してるときショックすぎて、もうしばらくちょっとね、もう立ち直れなかったんだけど、もう改めてね、今動画撮り直します。悔しすぎる。最後の最後にちょっと見てほしいから、もういくらお風呂に入ってる実況程度も、みんなに見てほしいから、最後の最後の1レース、思いっきりパートとして、載しとくわ。もう聞くに耐えんかもしれんけど、載せてます。だから興味のある方はね、最後まで見ててくださいといったところで、レートもね、もう勝ちまくってね、2、300ぐらい上げたんで、今7500近くあるんだよね。とりあえずね、8000目指して頑張っていきますといったところで、まずはマリオサーキット。何人目だ ?8 人かな ?8 人目だったはずなんで、しっかり、だから、みちこさんだ懐かしのみちこいる。いや、みちこさん?みちこさん、OK。さあ、みちこちっちゃくなっていきまして、これ、前行っても厳しいよなぁ。ここはね、やっぱ打開が強いコースなんで、しっかり下がっていきたい気持ちもあるんですが、しっかりかわして、赤コーラ投げるか溶けてないっすこれ、神神神神神。キノコ欲しいな、キノコ。キノコあったら助かるんだけど、さあ、トゲゾを食らって、ダブル防御か。言うてマリオカートはね、防御持っててもって感じはあるんで、まあ、ガンガンね、後ろ攻めていきましょうか、ここ。1個目当たっていくよ、オッケー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 。で、ここ置いてく。欲しいな。え、結構近いな。これ譲りたい、トゲゾー来そう、もう一発。もう一発余裕で来そうで怖い。譲るべきか。譲ってか、抜かしてくれ、抜かしてくれ。ショートカーで抜かしてくれ。ショートカーで抜かしてほしい、ここまで来たら。なんか上手くないこの人。あー来てる。いっぱい来てる。しっかり経験して。なんかいるんだけど。強あれ。強すぎるでしょ。待って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 。これ最後。キノコ引いたらワンチャン。キノコ。赤コールか。なんとか一人潰したい。なんか何してんのみちこさん?みちこさん待って本当に。あー怖すぎる。よく顔した。暗いみちこ。オッケーということで、最初さん、あ、どこ?え、みちこさん?全然みちこじゃないわ。別の人だわ。はい、ということで、この部屋のレートどんな感じでしょうか。さあ、こんな感じです。うわ、良いでマイナスか。厳しいな、結構。人数増えてくれ。オッケー、10人来た。はい、ということで、2コース目。なんか、右前のファンキー黒くない日焼け型ファンキー、なんかミスだし、ちょ、隣のファンキーに切り取られてミスだわ。あれなんだよね。昨日さ、8デラックスの動画出したからさ、スタートダッシュのタイミングが若干違うんだよね。わかるこれ。8デラックスが、スタートダッシュ3、2、ポイなんだよね。Wii はね、3、逆だ逆。マリオカート8デラックスが3、ポイなんだけど、マリオカート U はね、3、ミー、ポイなんだよね。わかるこのさ。やってる、両方ね、やってることの人はわかると思うんだけど、若干違うんだよ、タイミングが。ということで、タイミング狂ったって言い訳しといて、さあ、ここは前走りたい気持ちはあるんですが、結構離れちゃったな。この時間帯さ、さっきのボスのナット動画もさ、めちゃくちゃいい部屋聞いたんだよ。なんか同じぐらいのレートの人が12人。満員吐いてて、このぐらいの時間帯がさ、あれなのかな?一番マッチングしやすいのかな?皆さんゲーム何時にしてます?ゲームする時間。ぜひ皆さんがゲームよくね、する時間コメント書いてくださったら嬉しいです。さっきもね、本当にいい部屋聞いてて、普段は動画これマリオカートやるときは、だいたい5時とか6時。夕方5時とか6時なんだけど、うわぁ、欲張れた。欲張りさ。今はね、あれなんだよね。まあ、ボツなってたこともあって、今、時間が8時50分。夜の8時50分なんだけど、このね、時間と一番なんかマッチングしやすい気がするわ。ということで、これ打開したいんだけど、なんか中途半端な順位にな。アイテムは下がりますか?ここアイテム割りつつ下がって金キロか。まあ、できれば無敵系引いていきたいんで、アイテムはね、交換していきましょうか。なんか微妙だな順位が。みんな早く行ってくんないか。なんか、この順位にいたらね、ゲッソーとかいうね、意味わからんアイテム出てくるせいで、ちょっと微妙なんだよね。うわ、ぶつかっちゃった。まあこのぶつかったおかげで6位。何人部屋だ?多分12だよね。もうちょっと下がりたいなぁ。できれば、まあ9位で割りたいところなんだけど、さすがに9位まで下がったら間に合わなくなっちゃうんで、5位で割っていく。ヒロさんぐらい出んじゃない?いや、出ないか。ちょっときついな、これ。まあ言うてても逆に言ったら、前が近いんで、普通にソルブで頑張りますか。いや、これ7位で割りたい。7位で、割りたかったけど、そこだけないとこに突っ込んじゃった。ちょうどそこだけないとこ行ったわ。何してんの、マジで。これ厳しいな、相当。
攻でどうしよう。何さんだ？小室サンダー恵み。7位になるでしょ。7位になって、アイテム行こう。え、そこ行かないで。いや、取れた？取って、何出る？さ、巨大か。サンダーもう振らないと思うから、もう一回交換。ショット化しつつ、ナイスパワー。ここのパワーでかい。これでみんなアイテム落とすけど、私はアイテム持ってる。ある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 。ある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 。上位3位にいる。1もいる、1もいる、1もいる。あるぞ。ひまるさん？そこ赤から当たんないか？当たってる！オッケー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 。これさ、切れよ、これ勝ちじゃない？待って。ああ、これ食らっちゃダメって言おうとしたら食らった。やめて、ほんとに。何してんの？何してんの？マジで。ここでキノコ2個使って勝ちだったじゃん、今。もったいなすぎるなぁ。でも、なんだかんだよい。なんだかんだよい。いや、もったいね、今の。ちょ、あれだわ。もう動画収録ミスしたのがダメージ残ってるわ。ちょっとみんなー、ちょ、ボス動画になったさ、コースさ、クッパキャッスル、この3なんだけどさ。ここ3コース目でこれ来ちゃったら、被っちゃうじゃん、レースねー。やばい、おまけはね、もう合ってないようなもんなんで、ちょっと皆さん、4コース目のね、そのおまけパートを、ここのね、クッパーキャッスルですが、許してくださいって言ったところで、まあ、どんなね、ことがあったかと、さっきちょっとネタバレさせてもらうと、あれなんだよね、3周目に、なんかめっちゃいい感じになんか金機能を持っていけて、なんか上位でね、この、ショートカットあるじゃん、マグマゴーショートカット。あれができるチャンスが来たんだけど、あぶね。それをね、なんとか、やって、1出れたんだよ。3周目に。これ勝ったなってとこで、なんとそこでね、トゲゾウが来ちゃうんですよね、1位の時。1位トゲゾウ来て、もう最悪じゃんってなってる時に、なんとそこで最後のアイテム引いたのがバナさん。そのバナさんをね、なんとね、スナイプ見事にかましまして、大逆転1位っていうね、もう本当に素晴らしいね、まあ動画撮れたんですけど、なんとそのね、音声がもうお風呂といったところで、あ、それだけじゃないんだよね。まあ、それが一番見どころだったんだけど、まあ、それ以外にもね、その他の4コース、全部ね、なかなかの、面白い展開取れてたのに、もうそれも全部ボツと、ショックすぎて、もう私ショックすぎて、もう本当に。ちょ、怖い。なんか、いや、使わない。100cc だよね。100cc だと、リスクがちょっと難しいはずなんで、できるっけリスク。なんかできない確かはずなんで、俺はスター持っていくか。スターがあれば、100cc でも、マグマ越えできるはずなんで。まあ、ワンチャンス、やばい。危ねよくかました。サンダー回避と、まあね、ショートカットできたらいいなと。いった感じなんですが、この積み厄介だな。見えない。危ね。どうか。使うしかないが。いやー、今消せたな、角で。ひよっちゃったわ。さあ、これが、ゴム兵。いや、1位だいぶいっちゃったな。ナイスなんだ？なーんか、パフ見えなかったんだけど。ねえ、スターの無敵時間まだ続いてると思ってよ。もったいね。サンダー回避したのにパフにもう全て崩された。スター勝てもらった。いや、まだ諦めてないよ。皆さん諦めてるでしょ。いや、ここのコースね、まあ、マグマゴーしたら勝てるんで、私は全然諦めてます。ある。これさ、今ね、ミスクできないよね、これ。キラーじゃ多分いけないもんな。150だと、ニスクからのキラーっていうね、最強コンボがあるんだけど、多分できないんだよなぁ。一回チャレンジするか。いや、ダメだ。バナナある。いや、使うしかない。グダグダ。グダグダだけど、ここのね、インコースをついていけんの。パウ。いや、なんとかなんないか。これやばい。投げて、ナイス。ナイス ?3 位ジャンプ。あるよ。1どこ1。いや、1に入るな。いや、もう3位でいい、3位でいい、3位でいい。欲張らない。3人で許して、スナイス防御。この防御でかい。さあ、これいったでしょ。オッケー。ロングスナイプ。さあ、これかまして、これいったでしょ。オッケー。はい、ということでね、一応ここで区切りといったところで、マジで、ちょっと見てくれ、みんな。見るに耐えない、聞くに耐えないかもしれないけど、ぜひおまけパートもぜひ楽しんでいってください。ということで、ここでね、一応チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、7500？ ありがとうございます。といったところで、8000目指してね、頑張っていくんで、また次の動画もお楽しみください。ということで、また次の動画で、お会いしましょう。はい、皆さんこんにちは。ということで、今日も今日とてマリオカートやっていこうと思います。といったところで、まずは、クッパキャス GBS リスト、やっていこうと思います。さあ、最近マリオカートさ、毎日動画上げてるときとさ、上げてないときあるじゃん、波が。マジでさ、ちょっとみんな怒ってほしい。フンさんこれ怒ってくれ。あれなんだよね。カメ撮りできないんだよね、この日。カメ撮りするっていうよりは、どっちかというとね、その日に撮ってその場で上げちゃうみたいな。
タイプでやっちゃってるんで、どうしてもね、忙しい時とかね、やばすぎ、動画開けてないんだよね。いやー、キノコ消えた。だからやっぱ、溜め撮りするべき、もう高い。溜め撮りするべきなんだろうけどさ、できないんだよね。だから溜め撮りしてなかったら怒って、毎日投稿しなかったら怒ってほしいし、逆にね、毎日あげてたら褒めてみんな。ということでやってみますか。この後もね、別に時間がないんで、言っても今日はね、これ一本で終わっちゃいそうなんだよな。さあ、これアイテム持って。すごい。見てるか。まあ、できれば、何がいいかな。100cc なんで、なんだ、ショートカットがね、若干難しいんで、まあ、言うても、まあ、キノコ。リスクは厳しいかな。キノコあれば大丈夫なんだけど、怖い。キノコ欲しいから。チョコプラのあれじゃん。松尾さんいるじゃん。いや、ちょ、何してんの松尾さん。さあ、キノさんナイス。これ前ね、そんな、ほんぼくないんで、じゃあ、松尾さん。赤コラ持ってみ。ちゃんといけるし。赤コラの3つを。これ、ショートカット持ってきましょうか。できれば、これ2個持っていって、2周目、3周目と行きたかったけど、なんだ、いいか。まだ言うてまだ2周目なんで、こっから作っていこう。2周目までまだ終わってる。どれだけ3周目にショートカットを決められるか、そういうゲーム。金キロ使っちゃうか、持っていってもよかったな。使っちゃったな。いや、何人だよ、これ。7、8、9人ぐらい。9人ぐらいか。いや、微妙いなぁ。この順位で終わったら、キノさんとか出る、いや、ない。アイテムがない。なんでこっち来んの？なんで幅寄せてくんの？ちょっとやばい。ちょっときつくなったと思ってて、見てみんな。マップ見たら意外と詰まってる。詰まってるってなんだ。さあ、3度？マジ？どうしよう、これ。え、1いるじゃん。え、マジかよ。これ、勝った。これ、勝ったぞ、みんな。待って、これどうする？まだ、次のアイテム。絶対引かれちゃダメ。アウト走ってもいいから。絶対引かれちゃダメ。いや、結構伸びちゃったな。みんななんか、松尾さん？これ使う。いやー、ちょ、遅かった！そう、遅い、使うの。待って、やらかして。今絶対キノコ取れた。どうする？行くしかないよな、みんな。上位いるからって拾ってるやついる？やばい、押された。やばい、押された。いねえよな！危ねえ。めちゃくちゃ拾った、今。めちゃくちゃ拾った。もうショートカット行かなければよかったってめっちゃ後悔してるな。危ねえ。あ？待って、まだ勝てる。待って。負けることな。待って、嘘。赤コラ。ほい。ほい。落ちた？ある？神よしよし。何？1レース目からカロリー高すぎるんだけど。